魔法のバッグ。あの星、キャンディーみたい。おいしそうなら欲しいわ。うん、おいしそうだもんね。夢がないのね、ベイビーったら。夢？私、あのお星様でペンダントを作ってみたい。じゃあ、僕が取ってあげるよ。本当？でも、どうやって？まず、屋根に登る。それで？長い長い棒を手に持つ。その棒で落とすつもり？え、どうしてわかるの？お星様に届くような棒なんてないわよ。それはそうだよね。マリンちゃんにあんなこと言っちゃったけど、どうしよう。させたのはベイビーだろ。ごめんごめん、僕フィニックスに頼みたいことがあるんだ。なーに？あのね、フィニックス、ここに。ジマッククッジママクジマジック頼みたいことって何？あのね、ヤギだ。ヘギヘギ、ジマッククッジママクジマジック。マジックバッグは僕の友達さ。それちょうだい。いや、ダメダメ。じゃあちょっとだけ貸して。それがあるとマリンちゃんの願い事が叶えられるんだ。話ってそれだったのか。でもそれだけは聞けないな。これは子供のおもちゃじゃないんだよ。大丈夫だよ、すぐに返すから。あのね、まだベイビーにはマジックバッグを使うのは無理なんだよ。無理だってば。おいおい、そんなことをするなら帰ってもらうよ。え？ジマッククッジママックジマジック。また会おうね。バイバイ。